はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回キラベジですね、バトルスペクタル伝説の存在5体入れてのミッションリベンジやっていこうかなと思ってます。左から無凸、二凸、二次、三凸、無凸、二次、二次です。で、この中で輝くキャラがこいつバインドで、こいつ、純粋サイヤ人と激ボス相手にダメージカット 77% 働くということで、またバインドの出番ですよ。はい、ブロリー以来かな。あん時そう激ボスの印象あったけど、純粋サイヤ人もあったんやと思って、ちゃっかり気づきませんでした。ってことでやっていきましょう。これ戦闘身勝手にしないと3番目にあれ来るもんな、ビースト来るから。運ゲーやっていこうか。アイテムいらんやんな、他2人守れると思うし、あとは回避だけよ。避ける、避ける、うわ危ねえ、うわ危ねえ。27万、めちゃくちゃ痛かった。要するに3発食らったら死ぬわけだ、通常攻撃えぐいて。ただ火力はお手の物。避ける、避けたら、うわ怖い怖すぎるなんなんそれほんま。ってことはもう必殺を打ってこないということは、この2人は守れる可能性は全然ある。バインドどれぐらい、必殺後で守れるね。いやマジで身勝手な気出しさ、全然避けねえから俺めちゃくちゃ怖いんよこいつ。あでごめんなさい、音楽の方は著作権の関係上消させてもらってます。多分ね、多分著作権かかる、音楽かかると思うんで、実際プレイしてから音楽著作権かかってるわってなったこと、なっては確認はしてないけど、一応消してます、その前に。ペーン。さあ、2ゲージ。ここは、身があって、技身があって先頭に置くか、なんか、真ん中で飛んできそうな匂いするもんな。なんか真ん中で飛んできそうな匂いするんだよな。真ん中4回だもんな。まあ、最悪復活もあるし。あで今回力ゴッドを連れてきた理由は、こいつなんだかんだ使えるし、食らえば食らうほどダメージカット率が増えるんで、僕は連れてきました。ナイス。あと追撃性能優れるし、とりあえずここでバフをかけます。で戦闘で避けたんで追撃は、プラスされるんで、味方のアタックも上昇すると。まあ、真ん中に置いても超高確率で出るんだけど、確定ではないから7割確率だから、まあ戦闘で確実に回避してから、これを発動する方がいいかなと思います。うーん、いいねいいね。なんか気のせいか、技身があってめっちゃ受ける気するんよな、力より。気のせいかな、なんか補正かかってる、なんかめっちゃ受ける気するよね。まあでもダメージカットとかある分、やっぱ力より技だね。あちょー、いいよ、だいぶ削っていく。で、ここは確定回避ですね。必殺打ってこい、必殺打ってこい。なあ、打ってこない。どういうことだってばよ、やばいやばい。で、食らえば食らうほどなんで、最初食らうかもしれないけど、ただ、確かね、必殺効果 50% 上昇なんで、優れてるといえば優れてるんですよ。3ターン 50% だったかな。違ったらすいません。おぉ、4万6、あーう。オッケーオッケー。最初4万食らった時ちょっとびっくりしたけど、これはアイテム使った方がようござんすか。でも兆しもいるからな、アイテム使うか。ちょっと兆しが避けなかったように、やっぱ怖いんでね、兆しだけがマジで怖いし、これ真ん中どうなんだろうな、必殺って70どうなの、ダメージカット防げれるんかな、バインドで。ちょっとよくわかんねえけど、とりあえずこれは追撃してくれるかな。 OK、 ナイス、良き。まあなんか危なかったら2ステージ目即属性だし、そこでできたらビーストのアクティブを使っていきたいとこ、例えば兆しやったりとか、ゴッド悟空だったりとか、そこら辺が危ないから、力ゴッドね、そこでアクティブ使いたいから、ここはとりあえずアイテム1個だけで収めておきたい気持ちがある。裏じゃあ、さあ必殺打ってこい、2発打ってこい。1発だけだったら後半に回されそうなんで、できたら2発まとめて打ってきて、来い
来い。あー来た、一発目来た。これは多分完封できるアイテムも使用してるんで完封できるという話ですよ。はいはいはい、21。あー飛んでこなかったってことはちょっと怖いぞ。ただ1300万の火力、ふうきとばいブルルル。オッケー、ちょっと今ヒヤッとしたけど、ダメージカットアイテム使っててよかった。でここはビーストは残したいかな。で最短で、身勝手が極意になるのって常駐しなきゃいけないんですよね。だからこいつは残します。そう、常駐しなきゃいけないんだよね。 OK ナイス。だから1ターン目で出たら1355で変身じゃないですか。2ターン目で出てきたら246で変身できるんですよ。だからなるべく生き続けなきゃいけない。最悪危なかった時のためにまあビーストがいるっていう風な感じでいいと思うんだけど、このターンで倒せそうだね。あ、それはそれでいいかな。オッケー、素晴らしい。さあこれで倒せるか否か。バーン、ギリ残し。でも HP がちょっと不安だね。まあなんとかなるか。ねえ、勝ち1万。首くるんくるんこの首くるんくるんなんな、マジで。寝違えんで。寝違えへん、寝てるわけじゃないけど。はい、OK。さあ、次行きましょう。最近、声真似したら、なんか嫁に、鬼滅の刃のカラスの声に似てるって言われてさ。到着って言ったらさ、似てるって言われてさ、ちょっと心外やと。まあいいや、とりあえず話を戻して、とりあえずこれはバインドで、で、ビーストゴッドケツ回し。やっぱりゴッドはここ怖いからバインドは残しますね。で次で身勝手が極意になれるから、それでフィールド展開、3ターン以内でできたらキリをつけたい。ナイスー。これ食らわんよね多分。どうやったかな、効かぬ。もうちょっと前半で相手攻撃回数多かったらなと思ったけど、まあないでしょう。ポン、勝った一本も持っていけれてないんだけど。だって今バトルスペックだったらキラベジでこれやか。絶対この後さ、身勝手でやったりとかジレンとか出てくるやんか。大丈夫これマジでパンチ。まあ、でもファーストステージはそんなに硬い感じはなかったんだよね。ご飯ピッコロの方が硬かったね、ファーストステージは。まあ、いや、とりあえず、身勝手極意になっていきます。でこれでまあいけるかな。ただこれどうしようかな。どっちが火力出るんだろうね。で回避がとりあえず超高だから、こいつでプラス 10% つくから8割アイテム使うんでいっか。アクティブもこっち、ゴッド悟空また来る可能性あるもんな。ただこれどっちがいい、どっちが軽く出る。でも会心と回避率高めるならこっちの方がいいか。確かね、回避でも会心と回避率上がると思うんで、とりあえずこれも全部反撃いきましょう。何やったっけあれ、7つの滞在の全反撃オール。うわ、何やったっけ、忘れた。オールなんて言うんだっけ。ちなみに必殺もはい終わりです。はい、反撃いいね、いいね、いいね。ただ行動後の方がいいな、やっぱり火力としては地道に減ってる感じはするけど、どうなんだろう、これビーストの方が火力出たんかな。
まあでも言うてこいつ2発撃つしな。まあ言うてビーストも2発撃つし、どっちの方が総合的な火力出てたんだろうね。何やったっけ、すっげえ忘れた。前半劇7つの滞在のあれだよね。まあいいや、もう話を戻そう。で反撃が一発か、350万。おお、やっぱコードコの方が火力出るわ。さあよいしょ、会心出る、出ないか、やっぱ出ないよな、受けた後じゃないと。ここ避けろよお前ダメージ与えるのはいいけど、避けることを宣伝してほしい。頼む、避けてくれ。オッケー、ナイス怖いわ。よしよし、でとりあえずパンチ。もうこれアイテム使うか、さすがに22だもんな。アイテム使って、ただこれな、どうなんだろう、戦闘で撃ってくる気もするけど、なんか撃ってこない気もすんだよな。ケツに回そう、守りを固くして真ん中。でも70万か。いやでもこれ怖いな、70万あったとしても相手の必殺怖いから、とりあえず真ん中にバインドを置きます。ちゃんと二次玉取ってね。70万あっても怖いからねさすがに。で避けきれんかった時のダメージを想像したくない。てか身勝手の極意って70万ディフェンス値あるんやな。さあどんどん削ってくれ。で次まで間延びしたら、アクティブを使います。あでも多分倒せるでしょう。あ倒せんか、さすがに硬えな。下手したらあと2ターンかかりそうやな。バインド、まあバインドでもいいよね、有利属性だし。マジで役立つステージが多すぎる、バインドは今なお健在。打ってこい打ってこい、真ん中真ん中、オッケー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 。なんか間が長かったから打ってくるかな思ったけど打ってきた、ね、これはでかい。ってことは身勝手は守れる、通常攻撃で守れるでしょこいつ。いやー火力高えっそう。いいね、これで1本持っていけるのでかいね。1本以上だね、1本以上持っていける。わあ身勝手様身勝手様、たまらんばい。これはいけるでしょう多分。まあ、一応使うけどさ、だってゴッドコーク怖いもん。ただまあこれで終わりにしよう。で力木玉取って、まあ一応念のためにねケツに配置したけど、まあ真ん中でもいいけどな正直、一回しか変わんねえから。おお、ある程度でもゴッド悟空強いね。魔人ブー力のブーとかはだいぶちょっとやっぱ食らったらやばかったけど、最初のステージでもやっぱゴッド悟空強いね。まあ力ブーはしゃあない、極限ゼット覚醒してきてないから、年末のあいつね。さあ確定でもう一発、648万。うん、あちょーオッケー、もう終わりだ。ま間延びしても、ま、勝ててたけどね、次のターンで絶対勝ててた。おらしゃおら、伝説の存在リベンジ成功しました。で、ま、今回はビーストリーダーにしたんで、ま、比較的クリアしやすかったのかなっていう感じはありましたね。マブでもう一回ね、まあ、どっかでリベンジできたらなとは思います。まあ、あっちの方が組みやすいからみんなの参考にはなりやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回は、ビーストリーダーで、身勝手3体プラスゴッド。まあ、バインドがやっぱ強いね。バインドが強すぎる。
なんで皆さんぜひねバインド連れてってクリアしてみてくださいってな感じでご視聴ありがとうございました。またねチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。